ただ呼び古文記述演習。この時間は僕、朝倉司がお送りいたします。さあ、記述型のね、問題を解く第2項になります。さあ、問題見ていきましょう。第2項のテーマは、現代語訳、口語訳の丸の2番です。テキスト概要欄からリンク飛べるような形になっているので、ぜひね、確認をして、え予、ー、習して臨んでほしいと思います。はい、では、まず第2項どんな問題なのかをね、今日見ていきたいと思います。 はい。問題としては、東北大学の問題で、防線の箇所の極の意味を知るせといったあ、そういった問題です。で、まあ、今回これ防線部見てもらうと、心場へ意味じくてっていう風になっているので、実は直訳ある程度もうここ出せるんだよね。なので、もう心映え意味じ、それぞれね、重要単語なので、まず板書でこれ説明をしていきたいと思います。心映えと意味じってどういう意味はい。では確認していくよ。まず、心映えについては、 心ばせという場合もあります。どちらも一緒ね。意味としては二つあるね。一つが人、いわゆる人の気立てとか心遣いなんて意味で使われるもの。あともう一つは風流なこと。 ま、場合によっては、風流心なんていう風にも言ったりするよね。心映えっていうのは人のその気立てや心遣い、あるいは風流な気持ちであったり、風流さを表す、そういった単語。だから基本的にはこの二択のどっちかなんだよ。で、イメージはっていうと、イメージはどうだいイメージは、細かい訳を覚えるよりかは、まず、 イメージチェック。あ、僕、版書のちょっと書き方説明するね。点々点書いたものは単語の訳を書いてあります。矢印書いたものは単語のイメージを書くと思ってください。で、このイメージに関しては、あまり国語の先生としては書きたくないんだけれども、みんながわかりやすいから、やばいの感覚。現代語で言うね。じゃあ、このやばいって、どういう感覚で使うのって言ったら、当然それは文脈に依存しちゃうよね。 で、文脈に依存した状態で、例えば、プラスの意味で、やばいっていう場合だったあるでしょう。このクレープ超やばい。きっと、美味しいの意味で使ってるよね。あるいはあ、マイナスの意味で使うこともあるでしょう。ちょっと最近気温やばくない暑い。ひどいの。マイナスの意味で使うしね。あるいは、もう、まさに、程度で使うこともあるよね。 まあ、英語で言う very みたいな使い方。ね。やばい、おいしい。おいしいという形容詞の前に、やばいをつけてね。そういうふうにあんまり捉えてる人いないでしょ。やばい、おいしいってちゃんと分析してよ。おいしいが形容詞、述語になります。で、やばいがしっかりね、副詞的にこうかかってる。ね。とってもおいしいの意味で使ってるんでしょ。ね。 えー、そういう単語なんだよね。ってことはね、今回、まあ、ある程度訳出できるよねとは言ったもののね、今日の直訳さ、まあ、まず心映えが、どっちなのをまず決める必要あるよね。でも、どっちかなんだよ。ね。で、イメージは、やばいの感覚だから、プラマイ程度どれかを絶対 ににどっかかで明らかしななきゃいけないけただ、別にこれさ、回答じゃないから、回答じゃないから、別にこれやんなくてもいいんだよ。それこそ、空欄で、とりあえず、意味軸手ってこの形だけ取っておいて、で、プラスなのかマイナスなのか程度なんか決めてでもいいけど、例えばね、僕がこういうの予習するときに、一応、こうは書いておく。あ 当然、こんなの書い解除いちゃダメだからね。何 <laughs> やばくてってなっちゃうから、結局、プラマイ決め、プラマイ程度決めていくんだけど、あの、一旦この形取っておけば、ああ、なんか意識するときに、このやばさを表現するんだろうなっていう意識で読解できるから、ああ、何の手立てがないよりかは、僕は意識変わるのね。もちろん、そんなことやんなくたって大丈夫だよっていう人は空欄のままでいいんだけどね。 なので、まあ、直訳できますとは言ったものの、要は2択どっちにしますかってことを決めつつ、3択どれにしますかっていうことが、直訳でまず出せるねと。で、そうなるとね、もうある程度ここで次の突っ込みもできるはずなの。例えばだよ、一番気立てってくるなら、これ、人の心遣いとかでしょ絶対に、誰のって突っ込み欲しくない誰かの気立てがやばい。とかね。 もしくは、まあ、風流って言った場合、風流心って言った場合も、誰の風流心とか、ね。何が風流なのとかね。何かの風流さはやばいねとかね。少なからず、なんのは礎でね。ね。だから、もう先に予測立てちゃうのよ。あ、なんのは入れちゃおうって。ね。一番の予測が立てられるでしょ。 そしたら、あとは、何のを探すように、読解していけばいいよねってことね。OK? さあ、こういうふうにですね、あの、読解しながら回答を出すっていうやり方もあるんだけど、まず大きくアウトライン取れるものは取っておくっていうことも、読解するときはね、すごく大事になってきますので、まあ、今日はこのポイントをつかみながら、読解をしてみたいと思います。はい、では本文、移るよ。 はい。では見ていきましょう。冒頭です。次の文章を読んで問いに答えを。杉西頃、こど、ジュ大納言、成道教、人ですからシャーペン四角。僕登場人物出てきた時はシャーペン四角と言ってこのような番書を取ります。まあ、杉西だがね、過ぎ去った頃、以前ぐらいでいいんじゃない以前、成道教がね、東山に住み玉行ける頃、住んでいた時のことみたい。いずくのものとも知らぬ、法師の来たり手。法師、人ですからシャーペン四角。 どこのものともわかんないような方仕がやってきたんだね。そして、来たり、てってなってる。さあ、てって言葉が来た時は、基本的には、術語と述語をつなぐ働きだ。この意識をもとうね。まあ、今回の文章で言うなら、あ当然ここ上でね、方仕が来ましたというね、まあ、来たりでとってもいいかな。えー、術語がいますので、この方仕が来たというね、これ集語でしょ 奉仕が来たという術語に対して手が使われたから、あ、まだ奉仕の術語が次来るんだなって予測が欲しいのよ。先生でも術語欲しいって思ったけど、じゃあどうすればいいのえそれは一つ前のこの講座でも言っていたけど、とにかく皆さんは古文読解するときに一番意識して欲しいのは術語の分析ね。ってなると、今鍵カッコ来ちゃったよ。何したい ね。日本語は、鍵括弧の後ろに述語が移動する。そういった言語スタイルをとっているから。まず鍵括弧が来た場合は、一旦飛ばして述語を見よう。いいね。なので、今回で言うと、一旦飛ばしてあげるとどこ行くって言うと、一旦飛ばすと、というという、ここの述語とつながってんだね。で、はい、場が来たので、場で条件結果、カペン、下三角チェック。まあ、場のね、使い方については、ぜひこの講座。 で、確認しといてね。上が条件、下が結果ね。ですので、まず大きなアウトラインとしては、まあ、この成道橋があ,ある東山に住んでいた時どこにのね、人とも知らないような奉仕がやってきてあることを言いましたなんだって。さあ、なんて言ったの鍵格好の中へ入ると、この殿に宮塚いハベラムとなってます。さて、こんなこともやっておこう。今、ここにハベリという丁寧語が出てきてるね。 古文では、丁寧語っていうのは、はべりとサブローのその二つが丁寧語になるんだってね。で、今皆さんは、法師くんの鍵ッコの中見てるでしょ会話文中で丁寧語が出てきたとき。僕、敬語の話するときちょっと省略して書かせてください。緑で、尊敬語は S、謙譲語は K、丁寧語は T のアルファベット表記させてね。いちいち尊とか剣とか書いてあると、 時間食っちゃうからね。えー、今、皆さんは戻ります。会話文中に丁寧語が出てきたことに気づけた。古文では、会話文中に丁寧語が出てくると、原則その部分の主語は、私がが受ける。私が、宮塚え、したいんだって言っているってことが見えればいいね。 当然、私は誰ですかって言ったら、この会話を喋っているのは、法師がやってきて言っただから。あ、胞子さんは、このね、成道教のところに行って、あの、この五点で、宮遣いしたいんです。お使い申し上げたいんですっていうふうに言ってきたってことだよね。さて、じゃあこの、法師が宮遣いしたいと言ったことを条件にして、どんな結果がやってくるのって意識で読んでみるの。 そうすると、どんな結果がやってきたっていうと、その結果はこうなってる。どんな結果ダイナゴンさんは聞いたんだって。そして手がいるってことはもう一度。手っていうのは術語と術語をつなぐ働きね。なので、次の術語を見つけようの意識。原則主語は変わらないみたいね。鍵カ,カッコ来たので鍵カ,カッコ飛ばすと、鍵カ,カッコ飛ばした先ここだから、ね。ダイナゴンさんは、 この発言がね、あった結果、聞いて、あることを、とて、言ったってことでね。とてっていうのは、何々と言ってとか、何々と思って、なんていうふうに訳すことができるから、まあ、ある意味、述語相当としていいのかもしれない。ねここまではいいとりあえず、法師さんが私宮遣いするよって言った結果、大納言は聞いて、ある発言をしましたでね。 ですから今読んだこの鍵格好は当然ダイナゴンさんの会話になるはず。でね、と、手って言ったってことはさ、これ手だからきっとまだ術語つながるんだろうなって意識だよね。そしてね、ここでこんなことをどっかで聞いたことある人はちょっと引っかかっちゃうんだ。手っていうのは原則主語を変えない。まあ確かにそうだよ。でもね、原則主語を変えないというそのルールを覚えるよりかは、 あくまでも、術語を分析すれば主語って把握できるよねって意識で読んでいた方が、実は今回、そういうミスに引っかからないんだ。あ、もう一度言うよ。確かに、手っていう言葉は、前の主語と後ろの主語は原則変えないし。こんなのも聞いたことあるんじゃないお、に、が、ど、ば。鬼がどばっていう接続詞が来ると、前後の表現で主語が変わりやすい。安いって。ね。変わりやすい。 でも結局のところそこの分析はさ、とにかく述語さえ見れれば、我々は主語っていうものをある程度把握できるはずなんだよ。いくよ。今ね、ダイナゴンが聞いて、ある発言しましたまではなんとなく繋がってこと分かってね。次いくよ。って言って、次見て。その殿に飯使われ、はべりけるって言ってるんだけど、その殿に飯使われたって述語になってるでしょ。え ダイナゴンさんがじゃないよね。この殿に飯使われたってなってるのって、しっかりこの部分の術語を分析したら、ここの主語って、奉子じゃないあるいは、 ま、今日はあんまり敬語に注目するつもりはなかったんだけど、一応、成道教には、ここ、たまうという尊敬語使われてるから、彼には敬意飛んでるんだよね。一方で、法師には、ほら、この部分見ると、敬語特に使われていないからさ。法師には敬意飛ばないの。この部分見てもらうと、そのとに飯使われてはべりってなってて、ここ、はべりって丁寧語使ってるから、主語に敬意飛んでないからね。 実はその点から考えても、成道教が主語になるなんていうのは絶対にありえないんだよ。つまりこの部分って何起きたのって言うと、飯使われましたという述語をしっかり分析したら、あ、この部分は、奉仕が主語になって、なって、この直前で主語は変わっていたんだなってことにちゃんと気づけるでしょ つまり、僕らは手っていう言葉が来ると原則主語を変えないっていうルールは使えるんだけど、結局のところ、それを規定するのは、述語を分析したことによって確かに変わってないねって確認を入れなきゃまずいってことなんだよ。何の手立てもなく、相い、手だから主語変わってないよねって読み方は許されないってことね。いいね。これが僕が第一項から徹底していて、とにかく述語の分析をしようねって言ってることの、まあ一つのポイントだと思ってもらえれば、 構いません。いいね。はい。戻ってもらうととにかく、奉仕がやってきて、僕は私、ここで宮遣いするんだってことを言った結果、ダイナゴンは聞いてある発言をしたんだよ。そして、そうは、この場所で飯使われることになりましたって言ってるからさ。ってことは、絶対この鍵括弧の中は、まあ、いいよっていう発言来そうじゃないだって、その発言来なかったら <laughs>、 飯使われましたっていう、ここの述語に対してのアプローチとしておかしいもんね。その結果、ダイナゴンは聞いてある発言をして、そうは飯使われることになったってなるなら、もう絶対ここっていいよってこと言うよな、だよね。だから戻った時に内容がストンと落ちるの。なんて言ってる意図、思わずのことから、まあね、思いがけないことですね、と。で、方針っていうのは、僧のもとにこそはべるべきで。 法師っていうのは普通、そうの元にね、いるべきなんじゃないのとで、何とてこれには、宮塚いハベべムというには、一応、丁寧にいきますか古文では、なんとかというのような表現が出てきた時には、ここには書いてないけど、鍵格好があるイメージね。鍵格好中だから二重鍵格好にしておこう。スタートはどこっていうと、ここがいいかな。どうして、そんなことを言うんだろうかっていうつながりの方がいいよね。 で、ここ見て、ここ見て。なんかやりたいね。これも大事でした。古文では、そして漢文では、同じような表現、似たような表現が出てきたら、同一類似表現として、アスタリスクを取ってあげると、その部分の主語や、および意味が一致するんだったよね。今回まさにこの、宮遣いするなんていうのは、今日は大事なテーマ。アスタリスク。この部分とつないであげれば、あ、この部分って、あの、 法師が言ってた発言をスライドしてきただけなんだなって見えるでしょどうしてあなたはここで宮遣いしたいって言ってんのかなって読めばいいんだよ。ね。先生なんでさっき私って言ってたよ。いやいや、それは法師の会話文中だから私だったの。でも今はダイナゴンが聞いた話の中にスライドしてきたから、どうしてこの場所にあなたは宮遣いしたいって言ってんのって読んだ方が自然でしょそして、ただし、 さてもありかし。まあ、それでもいいけどねっていうふうに言ったのね。で要は、先生、さてもありかしなんてわかんないよ。うん、うん、大丈夫、大丈夫。だってその後の術語見たら使われることになったって術語ちゃんと見たんでしょじゃあ絶対ここって、まあいいよっていう発言がどっかであるはずじゃない。どう考えても、ただしより上にはいいよって発言なかったもんね。ってなるなら、あ、さてもありかしって、まあ、ただし、いいよ。 みたいなこと言ったのかなって思えれば、読解ちゃんとできてる証拠でしょちなみにね。これさてもありかしってなってんだけど、このあれも命令形だよね。ただこの命令形なんだけど、あの、会話文中で命令形こう出てきたときって、一つ前のこの講座。でね。 まあ、一旦、あなたがって主語を受けるよっていうふうにも言ったんだけど、あのね、命令系には一つだけ大事な用法っていうのがあります。それがですね、こんな用法知っておいても損ないと思うよ。放任用法って言って、放任する用法っていうのがあるの。何々しても構わないなんて訳したりすると自然なのかな。だからこれで言うと、さてもあれかしいですが、まあいいよ、ここにいても構わないよっていうことを、 言った、そんな、放任用法っていうのが、命令形にあるっていうのを知っておいてもいいかもよ。っていうのはね、アウトプット古文のこの講座。でやっていた、いずくにてまでとか、あの表現もそうなんだよ。どの場所でもいいからって言ってる、あの表現も実は放任用法になってんの。ね。あの講座ではあくまでも母音の重複の欠落っていう目線でね、えー、説明していたけど、実はあれも放任用法。 意外と古文の中ではこの命令形の法人予報いっぱい出てくるからね、ぜひ知っておこうね。まあ、いずれにしても今回はいいよって言って使われることになりましたと。はい。その続きに防線部があるんだよ。はい。ですので、その続きに浅ましく心配意味じくてよろずにつけて正直にはべりければとなってますので、えー、場で条件結果が来てますと。 さあで問題はこの心場意味軸はどういうふうに訳しますかって問題だよね。まず、心場については今日は気立てか風流かっていうどっちかだったはず。で、それどっち決めるってなった時に、例えばね、まあ風流心っていうぐらいなんだったら少なかず何か風流な行動してくれないと困るよね。和歌を読むとか楽器の演奏するとかだよ。でも特に今ここまでの話ではそんなことは語られてなかった。 じゃあ、気立てなのかなっていうふうにちょっと予測は立てたいよね。2点目。イメージの部分がプラマイどっちあるいは程度表すって決めていくときに、今ここ、手っていう言葉でまた文繋いでるよね。当然手は述語と述語をつなぐ働きがあるし、ね、それによって主語が変わらないってこともあるんだよね。ってなったときにね、これさ、心場合意味じくて、 よろずにつけて、さまざまなことに関しても、正直であったって言ってるからさ。これ後ろ見ると、正直であったって言ってるんだよ。ってことはさ、これ、ここの正直って少なからずプラスのことを言ってる表現だよね。なら、手で述語をつながってるんだったらさ、きっとニュアンスイッチ起きていいんじゃないだって、 この講座。でやってたもん。ねえ。だけど、僕はもっと確実に回答を出すよ。それがね、今さ、この部分、場によって皆さんは条件化したね。ここから集中。いい説問が条件化していた場合は、必ず、結果を見てから、 その結果との整合性で回答を出すってことをやってほしいの。いいもう一回言うよ。説問が条件になった場合、接続助詞の場とか、うとか、ど,うとかあどもとかね、もしくはおとかにとか、そういった表現の上、条件に説問がなってた場合は、必ず結果を見てから判断する。すぐに手を出さない。いいね嫌われるよ。 結果見て。そのうちの人、人ですからシャーペン四角、その、殿のね、えー、場所にいた人は、ひじり棒と名付けたって言ってるよね。このひじりっていうのはさ、徳が高い層とか、非常にこう、尊敬されるような人物につけるような表現だね。そう考えると、やはり結果の部分もプラスなんだよ。ってなったらね、 心映えがどうで正直者だったから当然の結果としてプラスな名前を付けられましたっていうふうに言ってるんだったらやっぱりここってプラスにしたいよねって決まるね。および全く風流な話関係ないね。ほら見えてきた。そしてじゃあこれって誰の心映えなのって言われた時に結果はひじり棒って名付けられたって言ってるわけだから どう考えたって、これは、あの、奉仕でしょう。ねひじりって徳が高い層とか、そういうような意味もあるからね。さあ、その全てを踏まえて回答を作ればいい。はい、したがって回答は、まず一番、誰のですかって言われたら、当然ここは、奉仕のにすればいい。 そして、心場合の部分はどっちでいきますかっていうと、後ろの結果見てもらっても、やはり風流の話はあまり関係ない。なので、気立てとか、心遣いにすればいい。で、最後、やばくてのまんまだと、さすがにね、まずいから、これも条件結果のシステム及び手によるニュアンスの一致をうまく利用すれば、ここ、2番としよう。 大変よくとか、まあ、もしくは、とても素晴らしくのように、プラスの表現で言い換えてあげればいいということが見えました。はい、従って回答は、奉仕の気立ては、大変よくて、大変素晴らしくて、とても素晴らしくてのようにね、プラスの気立てを持っているって形で答えればいいってことだよね。いいね。手によるニュアンスの一致であったり、 説問が条件だったら結果を見てから判断する。これをぜひね、使えるようになっていこうね。あとは、同じような表現、似たような表現を繋ぐとね、主語が一致する場合があるからね。この同一類似の目線もぜひ持ってください。じゃあ今日はこの辺で。本日の授業はいかがだったでしょうかテキストには復習用もついてます。復習用に関しては、必ず僕の授業を再現するように復習してくださいね。 どのタイミングでどの知識を使ったのか、どう読み解いたのかを必ず僕を思い出すように必ず復習をしてください。